皆さん、こんにちは。蘭姫のサラちゃんです。Today, I'm going to react to BMSG Audition 2021, round 2. I was already so invested to the first audition round, and I can't wait for this one, so I'm doing it back to back. So excited. So thank you so much for joining me and recommending this. Let's get right into it. 行きましょう。ちょっと待って。イヤホン。I hope that this makes the audio better. Alright, let's get into it. 行きましょう。ミルクティーです。モノクロのカップ。寝れなかったもん昨日。寝れないよ。緊張がすごいよね。いやいや、その、受ける側ならわかるんですけど。上京してきて、なんかバイトしながら、ね、今頑張ってますみたいな子がやっぱめちゃくちゃいっぱいいるじゃん。うん、なんか人生の一部にこう触れてしまうと思うと結構なプレッシャーが。まあでもやっと生で見れるな。そうですよ。I can't believe this happened during the pandemic. It's going in a huge gap. I'm Yui. I'm 13 years old. I'm a junior in school. Please help me. Luke. Hi. 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 Hi.普段モデルさんとかやられてるんですか？モデルやってます。二国地っていうモデルを、メンズモデルやってます。どういうアーティストになるぞみたいなビジョンってあったりします？すごいなんか大きな目標になってしまうんですけど、日本でその有名になることをまず1の目標にして、2の目標はその世界に、そのなんかアメリカンゴッドタレントってあるじゃないですか、それにも出てみたいし、世界にも行きたいなって思います。素晴らしい。ビッグなアーティストになりたいです。おや！I love me some kimchi when I do it. ごめんね。ありがとうございます。びっくりしました。13歳の男の子の歌で色気をこんなに感じるとは衝撃を受けました。すごい歌声ですね。わかる。ありがとうございます。でも今ちょっと声が中？声が中で。そうだよね。ハイキーがさ高くトーンと出て歌が上手いっていうのが分かりやすい人っていうのはいっぱいいるけど、ローキーでここまで怪しさとか色気をすごい出せる、しかもこの年齢でっていうのは多分めちゃくちゃすごい才能だと思うので、あの歌がすごく素敵っていうのはもう間違いないと思います。かっこいい。あのガンガンその調子で毎日を生きていってください。今日ありがとうございます。ありがとうございます。また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。お願いします。東京都から来ました野口大輝です。13歳です。もしこのオーディションに受かったら世界で活躍して世界で活躍するスターになりたいです。はじめまして。はじめまして。スカイハイです。お願いします。若い。ありがとうございます。いいファッションしてますね。ありがとうございます。ラップ結構何年かやってるんだもんね。はい、去年か一昨年にノベルコアさんとそうやろお仕事させてもらったことも。おお、なるほどね。はい。
フリースタイルもね、なんか特技って書いてたし。はい。Wow, he has moves. あと今日自分の曲を用意してきたんです。あ、マジで？歌ってもいいよ。アカペラですけどいいですか？どのくらいの BPM？ ビートボックスやろうか。いや、本当いいんですか？うん、ででかっこいいかった。いい、面白いね。すごい。ダンスの時の表情とかさ、パフォーマンスの具合がすごいね。素晴らしいアーティシズムを感じました。こういうパフォーマンスをするぜ、俺こういうダンスを感じました。ありがとうございます。いや、本当に緊張して音程とか少しずれちゃったところもあったんですけど、やっぱ気持ちが大事だなと思ったので、気持ちで負けないように頑張りました。じゃあ、お願いします。マナト・ヒロセ。マナト、I think I've heard that name. Spoiler! Is he in the group? Spoiler!Hey, but he's cool. I love his hair and his style. Manato-kun, boys group, とかやってみたいと思うようなきっかけとか、なんかそういうの教えてもらえたら嬉しいです。自分はもう小学6年生ぐらいからずっと歌とダンスもやってきて、その高校もそういう芸能コースがあるところに行って、もうずっとその音楽系で将来もそういうアーティストを目指したいなっていうのは本当にちっちゃい頃からの夢で、ソロで活動したいという気持ちもあったんですけど、こうボーイズグループダンス&ボーカルでも活動したいって思ってこのオーディションに参加させていただきました。なるほど、今回のオーディションにぴったりですね。そうですね。優しいの声。気持ちになった。たまにし
泣きそう。私を好きになる、そんな儚い私の願い、今日をあなたに会いたい。わいわい、泣きそう。泣いたった。His voice is so beautiful. 美しい。Oh, he's waking me up from those tears of mine. Okay, I see you. That was fast. Fast to wake up. Okay, I think I already found my number. Hello, he's cool. Yeah, all of it. The dancing, the singing, the style, the look. He moved me to tears. I think I found my number. Pardon, I'm dancing. Ooh. He got moved. Hello.ありがとうございます。素敵なパフォーマンス、ありがとうございます。素敵でした。素敵な声。歌もリズムもピッチもすごい正確で、うん、ダンスもすごいストレートで、とにかくでも歌がね、本当に美しいし、美しいでした。バラードだけど歌謡曲っぽくなりすぎないですか？ R&B とかも好きですか？めっちゃ好きです、うん、本当に音楽が好きな人の歌だなって思ったのがすごく感動しました。かっこがいいです。ありがとうございます。かっこいいです。ダンス一つだけあれだとしたら、あのもう少し後ろで乗る余裕みたいなのがあるとかっこいいかなって、はい、悪そうなやんちゃな雰囲気みたいなのが足されたらもっとセクシーでかっこいいかもって、うん、勝手に想像してしまうくらいパフォーマンスが素敵でした。ありがとうございます。踊ってる時にたまに見える目がすごい綺麗だったもん。I like, I love the way he stares into your eyes. では緊張しなかったんですけど。I kept seeing his eyes. だからいざこう立ってマイク持って、こう歌ってダンス踊ったりすると結構緊張感が出てきて、でもそれもなんかいい意味で背中を押してくれて、自分が思ったよりパフォーマンスができたと思います。I really like him. He's my favorite at this point. My favorite. お久しぶりですよね。久しぶりです。正直めちゃくちゃびっくりしたんですけど、自分のビデオに出てもらった時はもっと身長がちっちゃかったと記憶してます。あなたから一気に伸びたんで10センチぐらい違うよね。急に大人の男性になられてて、わそんなイケメンになられてて衝撃。もちろんあのフラットな状態で見せていただきますので、ひょっとしたらあの番組見てる人とかはあの過去に出演歴があったりする分、あの下駄履かせられてるんじゃないかとか見られるかもしれないですから、パフォーマンスで黙らせてあげてください。はい、じゃあ音お願いします。お願いします。ナイス。He's very professional when he dances. I think that's the first time I've said that. Wow. Yeah, he's a dancer. He got moves. We know you, Rainy Boys.Pretty captivated by his dancing. Wow. Hana, got it. 見せてやろうみたいな意気込みの部分があの
一番持ち味っていうのはすごいステージに立つ人間としてすごい才能だと思うのですごく感動しました。ありがとうございます。なんか龍太君的にどういうアーティストになりたいぜみたいなものってありますか？その前に出る人のフロントマンになりたくて、うん、やっぱ見てる人を楽しくできるような人になりたいと思ってます。確かにあなたのダンスはステージの上で人を魅了するみたいな方向の才能だと思うのですごくね、楽しみです。本番に臨むとその雰囲気でテンションが上がるんですけど、息が切れやすくなったり疲れやすくて本当に緊張してました。楽しかったです。でも I know this is me, I'm sorry. Hello, I'm Senza. Hi, I'm 19 years old. I went to an audition in the summer of last year, but I got out of the final selection. I got this audition, I thought I would apply. Hello, hello. It's been a long time. I read the kanji. Ten君も自分のビデオに出演していただいたことがあって、so there's like now we're in Tokyo really more people who have actually been in this industry a little more compared to the other cities. He's cool though. Look, I like his hair and his clothes. Flex off. He gives that like cool K-pop vibes with his clothes and hair. Wow. He got moves. Okay. Oh, he's good. I can see him being lead dancer. This is pretty good. Wow. I think he definitely made the group. Maybe I'm wrong. I can see him in the group. That's for sure. He's having the time of his life too. Same bro, same. Psycho de stuff.以前のラップも聴いてるし、ダンスに関しては一緒にビデオ出てるわけだから見たことがあるけれど、その頃の段階はすごくこうパワフルに正確なダンスを踊るって感じだったけど、今日はすごくラップもダンスも抜いたところがものすごいかっこよかったのが印象的でした。緩急、止まる、跳ねるみたいなのがものすごく丁寧にコントロールされているのがめちゃくちゃ衝撃的だったんだけれど、何か意識して取り組んだこととかはありましたか？ラップに関してはなんですけど、結構奥に入ることが多くて、自分の声が口を閉じちゃうと、はい、言葉が消えちゃうんで、うん、あまり口を閉じないようにしたりとかラップの文面、はい、うんうんうん、ずっと力強い部分が多かったので、はいはい、そこをなんか息混じりにしたりとか、はい、ちょっとだるい風に歌ったりとかっていうのを自分で意識して、はいはい、ここはこうしよう、ここはこうしようとかやってました。素晴らしいね。それに気づいたんだ。 He thinks a lot about what he's doing. He's very very professional. Wow. あれだな、なんかラとかタが弱いかなとか、まあ、R と T だよね。多分下の裏にベロつけるところが、ベロ短かったりする。そんなことないよ。ベロ短いです。ラとかタ行の子音が少し弱くなっちゃって滑舌に影響を及ぼす時はあるけど、なんか逆にカ行とかのやつとか速いのでもリズム狂わないし、かといってスピードに翻弄されてグルーヴ失うわけでもないし、すごく素敵なパフォーマンスでした。ありがとうございます。
ね、2月27、8は開けておいてください。きっと声をかけることになると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー。 I like him too. I would like to see, I would like him with the rapping and dancing. 同じような世代で同じような夢を持って同じ場所に集まっているっていう環境は爆発的な成長が生まれ得る場所でもあるので、やっぱり未経験のこれも可能性が少しでもあるのならば見たいなと思っていますので、まあ、ダンス未経験とか歌未経験とかそういう子も三次審査には多くはないけど残ると思います。よろしくお願いします。じゃあ座ったんだからいいね。ジョン、はい、あれどうも、スカイハイです。ジョン君、歌とかは独学なんですよね。そうですね、習ったことは特にないです。なるほど。池田ジョンです。22歳、東京都出身です。僕は今、大学4年で、会社の内定を一番もらっている状態でこのオーディションを受けています。本当に最後だという気持ちで全力で取り組むのでよろしくお願いいたします。ハンサム、to me、ハンサム、かっこいい、かっこいい、and handsome。すごいね、力が抜けて歌っていたように聞こえたから、すごく感動しました。ありがとうございます。あれがないんですね、地声からミックスボイスの切り替えみたいな。そうですね、なんかちょっと自分ではよくわかんないんですけど、練習してたらなんかそうなってきちゃいました。そうなってきちゃった、はい、最初雪の花のイントロを聞いた時は選曲を間違えてしまったのかもしれないです。いや、だってその声がりしてない子とか今なの、声がりしてないけど歌うまい子とかもいるからと思って女性キーで、まあ、低いの回ってと思って雪の花入れてたんだけど、あ、しまったと思ったらまさかね、しかもその一番ハイキーのところにクライマックス持っていく感じとかを力全然入れないで歌ってるのはすごい歌の才能だなと思いました。ありがとうございます。驚愕しましたし、どうもびっくりしました。本当に大好きなので、so、good. びっくりして、でもその中でも、まあ、自分の中では出し切れた方かなって思います。 This voice is so lovely. よかった。え、これでも難航するぞ。What the?才能を見つけてしまった。I can't wait. Oh, can I see me? I think that I'm gonna wait to watch the next one. How many are there? Oh, ちょっと待って。There's a lot. It's gonna take me a while. I cried a little. Should I keep going? I don't know.
This is addicting. I'm so invested, but I know that you guys said that the further we get into these auditions, it's going to be more and more emotional, and I'm like so ready for that. I can't wait to see. What a fun journey this is going to be. Minasan, arigatou gozaimashita. Tanoshikatta. Hontou ni subarashii desu. Arigatou gozaimasu. I'm so enjoying this and I'm so excited. So the first, I'm gonna keep watching this and keep reacting. So I hope you enjoyed this and please subscribe to see more and like this video. And of course, leave your comments. I always read them. Daiku mo komento arigatou gozaimashita. Until next time, see you later. Matane. Bye bye.